山下真二は、日本の俳優、タレント、コメンテーター。身長183センチメートル。フロムファーストプロダクション所属。山口県下関市出身。下関市旗部町で生まれ育つ。母が働き父が、家事育児を担当。姉がいる。下関市立下関商業高等学校卒業。中央大学文学部中退。 1975年に文学座附属研究所に入所し、卒業後に劇団 NLT に入団。それまでは六本木のクラブでアルバイトをしていた。また、東京大学の駒場キャンパスの生協食堂で調理補助のアルバイトをしていたこともあった。二度のテスト出演の後1979年の太陽に吠えろにレギュラー出演。 スニーカー刑事役で注目される。山下は2007年のインタビューで、今でも一度目のテスト出演の際のセリフを覚えているが、二度目のテスト出演のセリフは全く覚えていないと話した。2002年からの、携帯刑事シリーズでは、太陽に吠えろ。での役名である五代順と同じ名前で、レギュラー出演にした。スクールオーズでは、主役の熱血教師を演じ、 同番組は最高視聴率20%を超すヒット作品となり、俺はこれからお前たちを殴るのセリフが流行した。以後、様々な番組でこの作品のパロディを披露。中でも、山下自身が出演していたドラマ、不合刑事の第9話では、松村裕樹や岩崎義美もゲスト出演するなど、ほぼ全体を通してパロディが行われており、近年では、 充電戦隊恐竜ジャーにてこのセリフと共に怪人を拳型のオーラで攻撃するというパロディも披露した。また、料理気構番組、食いしん坊。万歳では9代目食いしん坊として、全国各地を歩いていたこともあり、担当年数4年間は、松岡修造に破られるまで歴代トップであった。義理の息子は、俳優の森部達也。 2014年1月19日放送分の恐竜ジャーにて恐竜シルバーに変身したことで戦隊ヒーローを演じた俳優としての最年長記録を更新したがその記録は2年後の手裏剣戦隊人間ジャーで笹野隆史によってさらに更新されたありがとうございます